こんにちは、佐野万次郎です。ですね、今ですね、徳島県のですね、八幡神社に来てます。助島ですね、下助島のですね、八幡神社に来てます。ここはね、本殿で八幡神社ですね。滋賀県で、ね、八幡の山ってあったんですけど、まあ、そこが多分一番ね、大きいと思うんですけどね。まあ、ここにも八幡神社で、ここはですね、お稲荷さん、稲荷神社があってですね、稲荷大明神があるんですね。こういう感じ。ここはね、サバコの店っていうところがね、納めとってですね、納めてると。で、お稲荷さんがね、いつも、最近参拝してますね、ここね。で、ここはね、狐の嫁犬がどうなってるんです珍しいところ、珍しいお稲荷さんですね。五穀豊穣、国家安寧、世界人類が平和でありますようにお願いします。でですね、まあ、新世界地図を考えたときに車社会っていうのはですね、今ガソリンが高いですよね、まあ、はっきり言っても人が運転する社会、まあ、もうやめた方がいいと思いますわ。もうガソリンをどんどん釣り上げて人には車乗させない、まあ、ほんで車っていうのは遊園地のようにナビあるじゃないですか。ナビで入力したら自動に動いていく、人が運転するって行為をなくした方がいいと思います、ね、全部全車、全車自動運転、ほんでこれをサブスクっていうかね、そういう感じ定期購読みたいな感じで呼び出して定期的にお金払う、そういう契約でですね、まあ、誰もが車乗れる、まあ、免許証もいらない、免許証いらないっていうのはまあ語弊あるんですけどね、ちょっとまあトラブった時ちょっとした運転、要はゴルフ場ですね、ゴルフ場で自動運転するじゃないですか、ああいうようなゴーカートみたいな、そういう感じの車にしたらいいと思います。ほんだら車間の、ね、やつも全てが自動運転だから、人間が運転するように抑制のような動きのする車はいないからね、秩序があるんで、そういう車社会を作った方がいいと思います。まあ、トヨタとかもね、もちろん、稲荷族じゃないですか。トヨタってもう、お稲荷さんの伏見稲荷の最新やからね。最新についてる組織やから、まあね、佐野の命に対したら絶対下がらないでしょ。だから、こういう形の社会、まあ、トヨタ明夫さんもそうやって考えたと思うけど、俺もそうやってやった方がいいと思いますわ。なんでまあね、車自体がなんかこういう形でいくと、まあ、Google でも作れてしまう。三菱電機でも作れてしまうような、まあ、電気自動車みたいな、こういうね、車になろうかと思うけど、まあね、そんな感じでやった方がいいと思いますわ。なんか人が運転するって行為をなくさないと、ね、時間40分距離9、まあ、そんな感じですね。車社会っていうのを考えていった方がいいと思います。これがね俺の考えですね。まあ以上、梵天四郎の佐野万次郎でした。酔ってるやついる？いねえよな。関東地方まであと5日かな。よろしく。